麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。
それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたち、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら。あのさっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング！もっと強いやつはいねえのか？待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待てルフィ、そっちの道じゃねえ。そうか、ナミさんはこっちだ。ジョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。
行くぞ。おら、治療なら俺に任せろ。待ってろ、アームポイント確定クラス。ピヨピヨピヨ、お前らぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。うちのクルーに何して、俺に任せろ。おら、めまいが。おりゃ、全部まとめて、このなんだよ、生きてたのか。あぶねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら、
ぶっ飛ばしていくぞ。任せな、俺が仕留めてやる。ディアブルジャンブフランバージュシャット。どうしましょうか。ドスフルール。グラップ。やるか。面白くなってきたわね。トレインタフルール。フリップ。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。調子がいいぞ。うやったー。マリモのやつには負けぬ。成長を実感できるほど強くなれたのね。みんなの役に立ってみせる。スーパーパワー。ナミさん。おう、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩してる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。これ受け取って。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィッグ。おった。
サンダーボルト先発。手ごわいわね。みんな気をつけて。行くわよ。ボーシャット。これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ全部フランバージュシャット。ありがとう、助かったわ。なよし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。マリモのやつには負けぬ。ここナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ここにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よほほほ、恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、デケー島がいっぱい立ってる。
空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。フードバースター。いっけ、うんって。立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。
点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。来たな。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。10万よ。幸せパンチ。もう何なのよ。これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルー。チエンタフルール、クロトアマード、ショック、もう少し休ませてくれてもよかったのに。ムートンショット、出るか。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。俺はまだまだ強く。悪く俺。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってるな。
出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわ、使い方を思い出せない。してやる。こいつからは逃げねえ。くらえ。舐めないでね。こう見えて。待ってろ。マナーがなってねえの。これは気を抜けなそうな相手ね。今行くわ。ちょっと痛いぞ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。
ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっきのやつじゃねえか！あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ？しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。だがな、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会った。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。